はい、ということで、どうも、マナブ18号でございます。ついに、2023年の、阪神タイガースの、あれのあれが決定しました。あれです。あれに決定しました。いや、まさかのあれ。まさかのあれですよ。もうね、11月の、あれの時に、もうあれの発表がなかったんで、もう来年はね、あれなしで行くんかなと思ってたんですけども、あれでしたね。あれに決まりました。はい。いや、ちょっと待ってくださいよ。皆さん覚えてますか？未来の阪神ファン、2063年の阪神ファン、言ってましたよね。来年のチームスローガン、It's Showtime あれをやるってね。いや、ほぼあれやん。ほぼあれやん。正解やん、これ。まあ、あの人からしたらね、まあ、40年前のね、まあ、過去の話なんで、まあ、ちょっとね、まあ、うる覚えなところあったと思いますけども、ほぼあれやん。合ってるやん。ほんで、あとはあれやね、球場飯、来年甲子園球場で発売される、コラボメニュー、それもね、教えてくれてましたね。岡田監督の、大温玉ぶっかけうどん、ね。それが発売されるってことなんで、もうそれほんまに当たってたらね、あれですよ、阪神タイガース、来シーズンから40連覇、言うてましたんで、いや、これ怖っ。怖当たったら怖。まあね、あれと書きまして、読み方は、ARE。A がね、AIM、チームとしての、明確な目標を持つ。そして R が、リスペクト。野球や諸先輩方に、敬いの気持ちを持って取り組む。そして E がエンパワー。個々のパワーアップということで、いや、ちゃんと意味あった。ちゃんと意味あったんかい。いやけどこれ絶対後から考えたよな。絶対これ後からやろ。とりあえず、あれ、ARE だけ決めて、A から始まる単語無理やり探して、AIM? AIM とか絶対知らんでしょ。岡田さん AIM とか絶対知らんでしょ。無理やりや、無理やり後付けや。まあ、それもいいんですけども。いや、もしかしてこれ、オーンの可能性もあったぞ。OON とかね、オーンの可能性もあったぞ。いや、これもちろんグッズも出るんですよね。まあ、メガホンとかね、メガホンにあれって書いてね、それで応援するとかね。まあ、あとはね、あれ弁当とかね、発売されたりしてね。ちっちゃくね、あれの肉が入ってますって書いてあってね。いや、怖っ。子は何の肉やねん。いやけどこれ絶対阪神来年あかんかったらいじられるでしょ。例えばスポーツ新聞とか、あれ阪神再開とかもう絶対書かれるやん。絶対書くやろ。夕刊フジとか日刊現代、絶対書くやろ。まあまあ面白いからいいんやけども。ちなみに岡田監督、前阪神タイガースで監督されてた時のチームスローガンは、Be the best for the fan。最高を目指せ、そしてファンのためにということで、まあファンのためにベストを尽くせと、まあそういったチームスローガンでした。そして今年があれ、あれです。はい。まあユーモアがあってね、まあいいんじゃないかなと、まあ僕は思いますけども、まあ笑いましたし、まあ皆さんはどうでしょうか。ということで、まあそろそろね、まあお時間があれなんで、そろそろあれしましょう。ということで、来年こそ、絶対、あれで、あれして、あれしましょう。あれやで、絶対。はい、あれでーす。